その笑顔を守りたい。たい焼きってさ、頭から食べる、尻尾から食べる、いや、一口だね。千葉県の田んぼ、耕してください。お一緒のお墓入ろ。えぐ。ごめん、ちょ、一個だけ確認していい？俺、働かなくていいんだよね。ゼクシー買ってきたよ。I'm love it。 今日のなんもねねえはボードゲーム企画。たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧げるよ。めっちゃ言うもんじゃん。ストーカーブラック。まあね、あのストーカーキッスのプロポーズがいかに面白く言えるか、あの役者メンバーもいるので、うわ、ぜひ頑張ってみてください。毎回役者ずるいの。ね、アドバンテージあるやん、最初から。まあ本当ごめんね、マジで本当に。一回しか言えない。一回だけ。しかもクソがしか言えない。それはね、まあでもそれはそうだけど。まず最初の対戦は、親が最年少のハウちゃん、はい。そして挑戦者公平、千葉、佐久の3人で戦っていただきます。それではゲームスタート。改めてあのルールの説明をしていきたいと思います。じゃあ各々ね、あのカードをちょっとね引いてもらったんですけども、こちらの、まあ、初期カードっていうのは結構大切になるので、皆さんこれよく覚えておいてください、はい、裏表あるんでね、そちらのカードは、はい、はい、よく確認してみてください。そしてそれから各々1人ずつですね、各6枚ずつこちらから引いてもらいます。はい、デッキの上からってこと？そう、大体ルールは分かったぜ。会話マジックカード死者蘇生を発動。似てる、似てる。じゃあ、公演から見ないで6枚。ちゃんとシャッフルした？シャッフルしてます。ショットガンシャッフル。うん、ショットガンシャッフルはカード痛めるぜ。会話ショットガンシャッフルはカードを痛めるぜ。この中からこれとこの初期カードからなんかこうね、自分の組み合わせてプロポーズの言葉を作ってもらう。好きにやってください。では挑戦者は順番にあのストーカーブラックプロポーズの言葉を言ってください。そして最後の決まり文句があるんですよ。これ必ず全員結婚してくださいって言ってこう指をお願いしますって、これがあの決まりなんで。君も大切にするよ。僕はシンプルにクズ。楽しもうね、結婚生活。結婚してください。おー、すげー。あの、もう言っちゃうんだね。公表しちゃうんだ。うん、最初にもダメなことに言ってこない。ああ、なるほどね。はいはいはい。シンプルだね。君のことは何でも知ってるよ。僕が笑顔のうちに式を挙げよう。愛してる。結婚してください。怖い。君のことは何でも知ってるよ。怖いね。なんか笑顔のうちに。厳しい。闇が深いね。怖いわ。ドキッとした今。笑顔のうちにってなんか怖い。なんか監禁されそう。ブラックだね。ね、多分ね。ドンピシャな。ドンピシャな。ドンピシャカード引いた。怖。君は泥棒。僕は依存症。君のままでいいんだよ。僕を愛してる。どういうこと意味が分かんない。意味が分かんない。自己愛。まともじゃねえ。自己愛すごい、ね。自分に依存してる。それだから。それだから。結婚してください。手ごとかいな。切れ。手ごとかいな。いやー。せーの。結婚してください。ちょっと今のということで、勝者は佐久です。ありがとうございます。
戦の、スタートです、今回はですね、親は変わらずハウ、そして第2回目の挑戦者はユウヤ、シュン、シャルフというわけで、どんな告白をしてくれるんでしょうか。さあ、それではシンキングタイムやっていきましょう。考えてください。あなたのこの場で今考えた告白を、さあ、どんな告白が。うるさいな、考えてみる。実況やめろ。それではですね、シンプルなクズとサイコパスと、自己愛者、自己愛者、自己愛者っていうキャラクターができました。今回はどんなキャラクターができますかね。やっぱ今回 の、 あの期待の星はどなたですかね。オッズの方はですね、はい、オッズの方はですね、はい、まあこういうのぶっ飛んでるのゆうやくんが結構やってくれるのは期待はありますけども、やっぱり期待値が高いですよね。まあ、この2人もダークホースなんで、はい、なかなか、ね、ダークホース、ダークホース、何が出るか分かんないですからね。でも黄色い閃光と呼ばれてるシュンもそうですね、意外な一面が出るかもしれないですね。とんでもない、とんでもない、もしかしたらなんかちょっと、はい、あのサバサバしてるように見えて、すごいバグみがちょっと強いので、ありますね。でもダークホースに関してはやっぱり結構黒い感じで来るんですよね。シャルフ君にとってはもうあれですね、もうこんなもう未知数ですね。未知数ですか、こちらは。ああ、もうブラックホール、どうでしょうか。むずいなこれ。意外と6枚6枚ってあの可能性無限大だから、なんつうの、いろんなものができちゃうわけ。そう、あ、これいいじゃんって思ったら次に、あ、こっちのパターンもいけるわみたいなのがあるから伸ばしてんだよ。みんながさ考えてる尺を、なんかさ、白いカード何引くかでめっちゃ変わってくるよね。というわけで告白プロポーズのセリフが完成したというわけで、やっていきましょう。僕は君を愛してる。僕と口づけ。結婚生活は高級マンションなんだから僕と結婚してください。結婚生活は高級マンションなんだから。いや難しいのよこれ。めっちゃ貧乏ってことだよね。将来のちょっと意味がわからない。僕が君が引き裂かれても僕にとっての一部なんだよってバカみたいだろ。君を愛してる、一生面倒見るよって言ったよね。そんな夢を見たんだ。病院行こう、一回病院行こう。僕と結婚してください。しねえよ。怖い、やだ、内容全部入ってきてない。人格が何個もあるっていう。何を言ったの？どういうことだって。あ、伝わってなかったな。うん、え、何を言ったのか覚えてない人。僕がん時は結構男っぽくで、君がん時は結構明るい目の少年の顔に。ただの痙攣かと思った。あ、藤田とゆうやが出てきたってことね。そう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 。どっちも一緒だけど、はい、割と普段からそうだから。いやいやいや、ゴホーム。僕にとっての君は不安のため。君のご両親、ピエロ。僕が買ってあげるよ。愛してる。結婚してください。何を買ってあげる。君を。やば。え、やば。怖い。君親。やば。俺の親ピエロだったっけ。すげえ。もう三個ぐらい違う。え、なんだっけ、不安の種。君は僕にとっての君は不安の種。不安の種って言われるの。ピエロ、親の話。僕が買ってあげるよ。何が。はいはいはい。それでは一斉にプロポーズしていただきましょう。結婚してください。はい、僕はゆうやくんを選びました。あー、選びました。あー、やったー、やったー。マジでおもろいから記憶に残るプロポーズ。おもろさん、おもろさん、記憶に残るプロポーズ。関係ないもんだし、文面じゃなくてキャラクターできてない。口づけと高級マンションいらないか。いや、やっぱ金じゃないから。金じゃないんだ。不安のためってディスったのがよくなかった。いいです、もう親ディスられたから。親ピエロって言われた。親ピエロって言われた。それではじゃあ第3戦といいますか決勝戦を行っていきたいと思います。それでは Thinking Time、はい、Let's start。
これからのこれはやばすぎ。神引き。全部使って手紙ついてね。では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 決勝戦ラストバトル。君にとって僕は絶対だから。例えるならやばいお父さん。君は誰にも渡さない。大切にするよ。僕との一生のお願いだ。結婚してください。なるほどね。整ってるね。引きカードの癖が少なかったね、うん、はいはいはい。僕からは逃げられないのさ。愛してる。僕だけの君になってほしいんだ。後悔したくないだろう。あ、これなーんだ。結婚してください。すごい、すごい、うわすごい。言い方がずっとまあ昨日のやつ。ずっと大食いさんいたけど今花沢類ね。花園さんはダメね。え、まあまあ、まあまあサイコも入ってたでしょ。うん、すごい、いいね。僕がご主人さん。君はあれのどれじゃダメかな。は、君を飼うのが夢なんだ。死ぬまで可愛がってあげるよ。僕は結婚してください。あ、すごいね。すごいね、これ。奴隷とかご主人さんのね、ド S、ド S カードよ。頭の中でね、出てきたワードが、は？結婚してください。いや、なんか誰で見てみてください。なんか誰で見てみてください。このゲームね、ストーカーじゃないバージョンっていうか、基本のね、普通のプロポーズバージョンっていうのがあるので、機械とかはなんか普通のね、プロポーズの方も挑戦していきたいなと思いますので。いや、そっちが先だろー。